シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければモンストニュース予想をやってくってさせ。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけで去年の振り返りやっていくぜ。去年の9月16日のモンストニュースは、周年イベントの発表が行われたということで、もうこの時期よ。もう周年イベントやってくる時期になってきたというわけで、マジ1年間早いな、本当に。まあ、フラパから考えてもすごい早いと感じるけども、まあ、というわけでね、早速、まあ、振り返っていきましょう。まずは、主な内容を見ていこう。超絶エーテル。なんかよ、ほんとこの時期らへんから、超絶のキャラクターのイラストは結構良くなってきたっていう印象があるよな。まあ、こんな感じ。進化前もすごいいい。で、次、爆絶カンデラ。超絶の発表があったのに、すぐに爆絶の発表。まあ、というのが、これはね、周年イベント8周年で降臨する爆絶となっていたぜ。まあ、だからま、こんな感じでね、一気に発表があったんだけども、進化前のイラストも結構いい。さあ、というわけで次は新イベント、花散る都の特命探ということで、この3人が実装されました。まあ、お花シリーズ、お花の妖精さんシリーズで、比較的高難易度、まあ、特に豪絶でハマったモンスターたちとなっていたぜ。じゃあ、まず簡単に見ていくと、アネモネさん。まあ、この中で言うと、嬉しい高難易度のハマり方はしてなかったかなという印象。まあ、飛行とアンチ魔法陣状態上回復、SS の自身の状態上回復で、まあ、1の5区適正となっていたぜ。まあ、他で言うと、まあ、ジパングとかゲヘナかな。まあ、砲撃型で友情コンボ、グリッターボールとか結構バーンって出せる、そういうキャラクターとなっていたぜ。さあ、というわけで次は、グロリオサ。このグロリオさんは、グロリオサさんは、アンフェア適正となっていたぜ。まずこの子は超バランス型カウンターキラー M で、まあ、殴り面しっかりね、やってくれる。まあ、さらに超アンチミノで早く移動できるし、まあ、ドレインと、この味方を無敵化する SS と回復弾で、体力をしっかりと、まあ、カバーしてくれる。まあ、というのがアンフェアって結構ダメージ受けるから、まあ、ここはかなり評価ポイント。でも、実際に使ってみると、なんかよ、そこまで、殴れるもんでもないし、やっぱり飛行なんだよな。マインスイーパーでも良かったんじゃないかなっていうね。まあ、お花シリーズはみんな飛行、まあ、マインスイーパーもいるけど、なんか基本的飛行になるから、まあ、そこはマインスイーパーでも良かったんじゃないかなっていうところだぜ。まあ、アンフェアはね、風神大事がやっぱ強えなという感じになってな。まあ、そんな感じでした。さあ、というわけで次、ブラックリリー見ていこう。この子はなかなか良かったよな。豪絶イグノーで適性もらったんだけども、超バランス型マフージ L の乗る友情コンボ、殴りで、もう雑魚処理がすげえ楽。ゆっくり出たらもう本当ね、ぶっ飛ぶし、まあ、特にこのストライクショット、これがなんかどうなんかなと思って、ボス戦で打ってみると、半端ない。もうゲージ1本持ってくぐらいの威力。それが8ターンと12ターンで打てるというわけで、まあ良かったよな、こいつは。で、豪絶イグノーだけではなくて、光の冒険戦の法則でも使えたというところで、結構良かったんじゃないかな。さ、というわけで次。さあ、というわけで次は、おかわりダイスが登場ということで、このおかわりダイス、まあみんな知ってると思うけども、まあ去年のこのタイミングで登場しました。で、これが、勝った後に振るんだけども、そこで、2、3、4、5、6、10の、まあ目が出ます。で、出た目分、キャラクターもらいます、というもので、これね、初回降臨とかでも使えるから、まあかなり緊張感あるよな。まあ、俺まだ1回しか使ったことないわ。こういう系俺結構残しておくのよ。はい、というわけで次は、重心化アリナということで見ていくと、まあ、友情ブーストを超バランス型で、まあ、超強スパークバレットの威力上げれます。で、SS で味方の友情コンボの威力をアップしたり、まあ、爆発で誘発したりとかそういうのもあって、まあ、友情コンボね、いい感じできますよというキャラクター。まあ、適正で言うと、ガロンをもらっていたで、まあ、そんな感じかな。OK。はい。さあ、というわけで次は、モンストフリーク2021ということで、ここで、8周年イベントの発表があったぜ。で、詳しい内容は予想の部分で振り返るから、まあ、今はここまでとさせてもらうぜ。
OK。というわけで、振り返りはここまで。さあ、というわけで予想に入っていくぜ。まずはこれ、周年イベントの発表ということで、例年通り行けば、今週のモンストニュースで、周年イベントの発表が行われるということで、間もなく9周年。で、まあ、去年は、さっきも振り返ったように、9月16日のモンストニュースで、まあ、周年イベントの、まあ、ステージ情報とかね、内容が発表されたと。で、一昨年は若干早かったんかな。まあ、そういうところで、明日のモンストニュースで発表があるんじゃないかなと。まあ、本当に明日発表しないと間に合わない感じはあるよな。で、まあ、こんな感じで、その、長時間の生放送が、まあ、毎年10月の2日とか3日とか、そこら辺で、開催されんのよ。で、まあ、どんなものなのかというと、詳しく見ていこう。その長時間生放送で何があるのかっていうのをね、まあ、詳しく見ていくと、まあ、こんな感じでステージ情報が明日おそらく発表されると、まあ、様々なステージが行われて、その最後にやってくるのが最も重要なモンストニュース。まあ、ここで特大発表がありますと。まあ、特別なガチャ。まあ、言うと、爆裂感謝マルチガチャとか、人気投票ガチャ。で、アップデート。うん、これもね、結構でかいものがやってくる可能性が高い。で、特大コラボの発表。まあ、これがほんと楽しみだよな。まあ、こういうものがある可能性があると。だから、明日のモンストニュースでステージ情報出たら、もうすぐにモンストニュースがあるのかしっかり確認しておこう。さ、で、見ていくと、去年はさらにこんなものがあって、モンストコミュニティナイト、モンストの制作の裏側を知れる特別な前夜祭がオンラインで開催されたぜ。まあ、前日にみんなで楽しもうってやつなんだけども、これ、視聴するためには事前の申し込みが必要だったぜ。まあ、無料なんだけども、これしないと見れないというもので、まあ、どんなものがあったかというと、こんな感じ。まあ、一番評判良かったのがやっぱり密着モンストニュースなんじゃないかな。コメント欄にも結構書かれていて、そのモンストニュースができるまでの裏側を、まあ、見せてくれるというのが、俺散々ね、これみんな見ようねって言ったのに、見逃したのよ。マジで。で、まあ、アーカイブあるからいっかと思って余裕かましてたら、なかった。おぉ、その時しか見れんかったらしいわ、マジで。おぉ、もう散々生放送でね、見りゃよかったのにって言われました、まあ本当に。まあ、そんなものがあったんだけども、モンストの最新情報の発表ないってね、もうここに書かれていました。まあそういうものがあったと。今年もあるかもしんないよね、というものになっているぜ。OK! さあ、というわけで、まあそれはね、それでいいんだけども、先週まさかの発表がなかった、プレイバックガチャ、もうすぐモンスト9周年ですよっていうキャンペーンが、まあ例年ならあると思ったんだけども、それがないんだよな、現状。まあということはないんかな。まあ、タイバニコラボの50連無料があったから、まあ、今回なしていいでしょっていう可能性も全然あるし、まあ、このプレイバックガチャっていうのは引き直しができますと。で、その引き直しをするためには、ガチャワットってあって、それが無条件でもらえるんじゃなくて、まあ、ログインしてねとか、ミッションクリアしてねっていうのがあって、去年結構その集める期間が短かったから、まあ、去年よりも発表時期が遅く、集めるのは相当大変だと思うから、まあ、予想としてはマジないか、プレイバックガチャがあったとしても無条件で引き直しできますよっていうパターンか、全く別物の、もう関係なくて特別なガチャがやってくるかっていうところが考えられるよな。まあ、マジでちょっと予想が難しいわ。だけども何かしら来てほしいよな、本当に。さ、ということで、もし、あった場合、その特別なガチャには、まあ先週も言ったけども、ちはやは入ってくんのかなと、まあ結構重要だよな。まあというのがね、今からちょっとまた最新情報を言っていくんだけども、はい、これですわ。激獣神祭開催。今月は、シングル10連ともに初回 24% で開催されるぜ。まあというのが、まあ限定モンスターが、追加されないときは、こんな感じで 24% で開催されるんだけども、まあ、激獣神祭って、ちはやとジャック・ザ・リッパーが入ってきて、まあ、ラプラスとかそういうモンスター抜けまして、それまでも結構やばいガチャだったんだけども、まあ、さらにやばいガチャになってるな。だってほら、アナスタシアに代わって、ちはやがね、厳選環境を変えたから、まあ、ちはや持っておきたいって人は結構多いよな。で、見てもらうと、これ、第1弾が今回結構、
構いいんでな、ジャック・ザ・リッパーと千早、この2体のヤバいモンスターが、まあ、同時に狙えて 24%、まあ、ポラリスも十分強いから、まあ、かなり1段は熱いよな。まあリッパー持ってますっていう人は、3段でもね全然いいし、まあ、そういう風に変えれるんだけども、とは言ってもよ、とは言っても周年イベントと特別なガチャコラボがやってくるかもしんないから、そりゃあちょっと引けないわな、なかなか引けんと思うけども、まあ要するにね、コラボのためにオーブ貯めたいし、その特別なガチャで千早とかジャック・ザ・リッパーとか当たるかもしんないな。だからここはねちょっと我慢した方がいいんだけども、毎回言う通りに、まあ初回シングルぐらいなら、24% で狙ってもいいのかなというふうに思う。まあ10連まではちょっときついけども、まあ初回シングルぐらいはいいんじゃないかな。で、さっきも言った通りに 24% 自体は頻繁に開催してるから、まあ、その点は大丈夫と、限定が出ない、月はやってくるから、そこは大丈夫というわけで、まあこんな感じでした。で、さらにすごい熱いキャンペーンがありまして、これね、なんと本日これ村クシャが、100回以上で宝箱プラス1に、対応しているということで、これ、ね、やっておこう。オッケー、これは逃せない。使用回数上げておこう。さあ、というわけで、次は、マジ昨日これびっくりしたよな。ちょっとなんか、まあ、いろいろ難しいんだけども、エンターテインメント事業ブランド X フラッグがミクシーに統合されます、ということで、これなんかまあ簡単に言うと、X フラッグがミクシーに、統合されるから、その X フラッグっていう名前が消えますよ、と。まあ、今後ミクシーを使いますよということで、まあ X フラッグとミクシーの関係はみんな知ってると思うんだけど、X フラッグっていう名前がなくなんのって、うん。マジどういうことと、結構慣れ親しんできた X フラッグ。まあということは、このフラッパ、フラッパって X フラッグパークだから、その X フラッグ消えて、ミクシーパークとかになるんだろうか。まあその場合名前変えると思うんだけども、どういうことってね、すごい不思議な感じであるんだけど、まあこれ読んでいくと、最後に、その、まあ、X フラッグの表記は順次ミクシーに変更いたします。ただし、サービスをご利用いただいているユーザーの皆様に影響が及ばないよう、アプリストアの販売元、パブリッシャー、デベロッパーに関しては引き続き X フラッグの表記となります、ということみたいで、まあ、これも結構ここにね、まあ、限定的じゃねえか、もうここだけはって言ってるから、マジで、フラパの方は変わってしまう感じがあるよな。なんか引き続き、その、モンストとかね、そういうところでは、しっかりと X フラッグ使っていきますよってわけじゃなくて、この、ほら、結構限定的じゃねえか。マジで。フラパンの名前変わるの？ X フラッグの中の人って言わないの？なんか、ミクシーの中の人って言うんかな？まあ、なんか寂しい感じはあるけども、うん、まあ、別にまあ、まあ、いいか。はい、とりあえず受信回数やっていこう。今回の中心とはこいつだ。ニーベルンゲン。ブシャバババ。ダメだろこりゃ。いいからそこに並べ。俺が焼き押してやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。